聖火発生家水金文王湾中国、元時代マリソメ付皿ソメ付とは、白色の態度で成形した素地の上に酸化コバルトを、おもとした絵の具で模様を絵付けし、その上に透明油をかけて、高温焼成した陶磁器。主に磁器で、模様は、藍青色に発色する。中国語で、聖火、または、優砂と青と呼ぶ。英語で、ブルーホワイト。 透明油のもとに発色層がある。上薬師も彩り技法の一種である。同じ酸化コバルトの発色であるが、低温油を使った、糖酸菜の卵あヤなどは、染め付けではない。この絵の具の材料は、日本では、ゴスと呼んでいる。江戸時代には、茶碗薬とも呼んだ。コバルトを含む、この材料は、中国でも輸入品が多く、元松から、明発では、 西南アジアから輸入された、スマルト、ソマリアオ、またはソボツドロアオと呼ばれる、紺愛のガラスを使用していた。その後も、外国から輸入される材料を、カイアオと呼んでいる。また、中国国内で産出する土アオ、石アオなどと呼ばれるゴスも使用されるようになった。近代以降は、ドイツ産などの人造コバルトも多く使用されている。日本では、児童一度素焼きしてから、 ゴスデス柄を描き、その上から透明油をかけて、再度調整するのが一般的である。中国では、素焼きをしていない素地に、ゴスデス柄を描き、その上から透明油をかけて調整する技法が原則である。ただし、極端に薄い時期は素焼きをするし、生かけは初期いまりでも見られる。中国、当時代インドネシア沈没船出土当時代後期の旧世紀、頃とされる、 インドネシアでの沈没船から発見された染付小皿がある。ナ南省の釜からも9世紀とされる同様な染付陶片が発見されている。元時代から慶徳鎮用で成功し、15世紀には李氏朝鮮、ベトナムなどに広まった。日本では17世紀にイマリ焼きが作り始めた。オランダのデルフト焼きの多くは優香彩りであり、染付南質陶器である。また、 デンマークのロイヤルコペンハーゲンの製品は染め付け時期である。ありがとうございます。